カナダのプロサッカーリーグ。アメリカ合衆国と共同開催となっている。MLS を除くと、カナダ最高位のサッカーリーグである。5州から8チームが参加している。シーズンは4月から10月に開催され、2019年シーズンは7チームによる2期制で、優勝決定戦は春季と秋季の覇者同士により2試合制で争われた。2020年は8チームに拡大し、1期制に、 変更され優勝決定戦は1位のチームと2位と3位のチームによるプレーオフの勝者により争われる。2020年以降の CPL 覇者はコンカカーフリーグに出場し、中米とカリブ海諸国のチームとコンカカーフチャンピオンズリーグ出場権を争う。また、すべてのチームはカナダチャンピオンシップの出場権がある。CPL は公式に2017年に、 カナダサッカー協会に加盟決定し、2019年シーズンから正式登録し、最初のシーズンが実施された。カナダにおけるサッカー振興を目的にしているため、チームあたりカナダ人選手数などにも制限がある。CPL はクラブ制を採用しており、MLS のようなフランチャイズ制ではない。北米初の入れ替え制のプロスポーツリーグを目指している。本部はオンタリオ州トロント。 法事キャバルリーパシフィック HFX を配ら、エドモントンウォータワーカナダプレミアリーグのチーム、ありがとうございます。